平凸レンズを厚みが一定のフレネルレンズとなるように分割した場合の断面図。フレネルレンズは通常のレンズを同心円状の領域に分割し厚みを減らしたレンズであり、ノコギリ状の断面を持つ。分割数を多くすればするほど薄くなるため材料を減らし軽量にできる一方、同心円状の線が入ってしまう欠点や解説の影響による 結像性能の悪化が顕著になる。そのため、薄型化が特に有利な用途や解説の影響を無視できる照明用などに用いられることが多い。フランスの物理学者、オーギュスタン・ジャン・フレネルによって発明された、灯台や投光機などの照明系レンズなどに用いられる。当初、フレネルは灯台用にこのレンズを設計した。灯台用レンズは巨大であるため、 通常の設計では厚みがかなり大きくなり原材料費が高いこと重量が重くなりすぎること製造に手間がかかることからこのレンズを考案したと考えられている大型のものではフレネルレンズの周囲にリング状のプリズムをも配置したものがあるこの場合中央部のフレネルレンズだけでは屈折角が大きすぎ水平方向に向けられない外周部の光も プリズムによる、全反射も利用して曲げることにより利用できる。プリズムへの入射光は一旦光源側に屈折し、全反射した後再度屈折し、水平方向に出射することになる。また、カメラのフラッシュ用照明レンズとしても使用される。光源の直前に取り付けられ、光が画面内にまんべんなく行き渡るように、カメラレンズの画角に合わせたものが選ばれる。 フレネルレンズのルーペカン이拡大鏡などに使用される。この種のものは、無色透明なプラスチックを同心円状の溝を持つ、薄板に形成することにより、平板なカードのような形状でありながら、レンズの役割を果たすようになっていることが多い。近年は断面を非球面とすることで、同心円状の溝を目立たなく、像を明るくしている製品がある。レフレックスカメラのファインダーにおいて、 フォーカシングスクリーンの付近に置かれるフィールドレンズとしても厚さや重さを減らすためにフレネルレンズが用いられることが多い。ただし単純なフレネルレンズが用いられることは少なく通常は同一面上に用途に合わせた他の光学部品も形成した複雑なパターンを持っている。例えばオートフォーカスでない一眼レフカメラの典型的な ものでは、目視でのピント合わせを容易にするため、スクリーン中央には1体のスプリットプリズムとそれを囲むマイクロプリズムメントが配置され、それ以外の画面周辺部はフレネルレンズメントされる。オートフォーカスの場合にはプリズム面がない場合が多い。フレネルレンズの原理を円柱レンズに応用したものはリニアフレネルレンズと呼ばれる。フレネルレンズでは溝が同心円状であり、 光は一点に集合する。一方、リニアフレネルレンズは溝が平行直線上であり、光は直線上に集合する。ありがとうございます。